そして何をつけて食べるかっていうことなんですけれども、まずめんつゆをかけまして、で、あのおろしにんにくちょっと入れて、で梅肉、梅を入れて、そしてシソを上にかけて、そう、それを混ぜ混ぜして食べるんですよ、ね、まずスタミナつきますよね、にんにくはね。で梅もね、こう夏バテとかにはいいとかって言いますからね、こうダブルで、でシソとかもね、またこうさっぱりで食べやすいじゃないですか。だからこうちょっと夏バテでちょっと食欲ないなっていう時は、これは結構つるっていきますので、皆さんぜひ試してみてください。ではこの後ですね、また、新聞とか読んだ後に、8時台もこうお送りしていくんですけれども、8時台ね、結構豪華なゲストさんたくさんです。まずは電話ではね、上村修造さんの、はい、この お酒のね上村修造さんですね、はい、からまず電話ゲストとして、まあ、呼びます。出ます。そして、まあ、あのゲスト、今日もうスタジオにも来てくださるんですけど、この後松川守さんというね、あの世界をあちこち飛び回ってる、ね、あの世界一周といいますかね、あのすごい方がいらっしゃいますので、その方もちょっと呼んで今日一日盛り上げていきたいななんて思います。なので本日の、あの瞑想霊黒島丸々はお休みということなので、皆さんご了承くださいませ。あとね、メール夏で皆さんメッセージ送ってきてください。皆さんのメールもじゃじゃん読めるように、私今日はね、あのアップアップしながら頑張りたいと思いますので、よろしくお願いいたします。白衣ベイベーね、リップス、はい、で一曲お送りしましょう。リップスライムで楽園ベイベー。あ、いや、サビまで韓国面白いな。リップスライムもいいよね。うん、いいですよね。世代か、ゆりえちゃん。そうですね。わかる？結構中高聞いてましたよ。夏は冷ややっこ、わかる。私も冷ややっこ食べる。生姜とかもね、かけたらそれも。でもさ、これさ、冷やし中華派と冷やしそうめん派がいるんですよ。ああ、私は中華？え、でも作りやすいのはそうめんだからそうめんかも。でも普通に買ったりとか外で食べるんだったら中華派。マジ？うん、食べる。でも自炊とかを考えたらそうめんの方が作りやすいからそうめん。そうめんの方が楽でしょ？楽。うちのお店は中華だっけ？そうなんだ。もう絶対譲らない。へえ。冷やし中華しか出てこない。そうなんだ。でもね、お家で楽っていうんだよ、冷やし中華の方が。そうなんだ。全然、うん、予想通り。いいかな。さあな、じゃあ新聞、はい。お、雲がなんか綺麗ですね。で、大きいな。こっちから全然見えない。夏雲はいいよね、うん、あの入道雲とか、うん、不思議だよな、冬に晴れても全然入道雲出ないもんね、うん、なんかこう薄いというかね、うん、影の山、ハイサイ初見です。影の初見じゃないでしょ。どう、なんかリクエストも来てますね。見てみてください。トロピカラ放送できるように頑張ってます。はい、この時間は琉球新報沖縄タイムスより記事をお伝えいたします。まずは沖縄タイムス総合面です。イオン茶炭物件売却、ゴールドマンサックスに。茶炭町物産公社が所有するイオン茶炭店の土地と建物を5月31日付で外資投資会社のゴールドマンサックスグループに売却したことが21日分かりました。
株式や同社所有の宜野湾市のビルを含め、売却価格は約45億円に上ります。事業は同グループが引き継ぐ予定です。続いて、琉球新報総合面です。参院選今日公示、沖縄選挙区事実上の一騎打ち。参院選は22日公示され、7月10日の投開票に向けて18日間の選挙戦が始まります。改選議席1を争う沖縄選挙区には、自民現職で沖縄担当省の島尻愛子氏、名護市辺野古の新基地移設に反対するオール沖縄を掲げる元宜野湾市長で新人の伊波洋一氏、幸福実現党新人の金城達郎氏の3氏が立候補します。島尻氏と伊波氏の事実上の一騎打ちとなる公算です。続いて、琉球新報地域面です。世界遺産で早朝ヨガ、中城城市に274人。国連の国際ヨガデー、6月21日を前に、北中城村は19日、中城城市で世界遺産で早朝ヨガを開きました。県内外から274人が参加し、参加者は晴れ渡る朝空の下で爽やかな汗を流しました。講師として北中城村在住の今井さんが招かれ、今井さんはヨガは子供のように自然体でやることが大切だと語りました。今井さんの軽妙な語り口に参加者は笑顔を見せながら早朝のヨガを楽しんでいる様子でした。最後に沖縄タイムス地域面です。選挙に行くこと大切。若者の政治参加小林さん呼びかける。琉大で高校生らに講演。高校生に選挙を考えてもらう企画、ネクストジェネレーションが未来を作るが19日、琉球大学で開かれました。若者の社会、政治参加を進める活動をしている NPO 法人ライツ副代表理事の小林洋平さんが講演しました。参加した高校生や大学生らに、少子高齢化が進む中、若い世代の政治参加が大切と呼びかけました。以上、この時間は琉球新報沖縄タイムスより記事をお伝えいたしました。サイガーさんのさコメントもどっかで読んであげてね。はい。あ、リクエスト継承さん OK。 それではみんなで踊りましょう。みんなで元気にチュラガンジュー体操。
ポーズ。体をひねります。リズムを取ります。右から反対、右から下ろして横下ろします。左手から反対、左から下ろして横下ろします。膝高バツ、足組みストレッチ、それでは8時台のモーニングエイトもお聞きください。時刻は8時2分を回りました。宜野湾市旧名宜野湾ヒルズ通り沿いにあります FM 宜南のスタジオからモーニングエット、水曜日担当黒島ゆりえが生放送でお届けしております。この番組では皆様からのリクエストやメッセージ募集しております。今日のメールテーマは夏です。メールアドレス797@fmginowan.com、797@fmginowan.com です。また、FM ギノワンでは、ユーストリームとツイキャスで映像と音声をネット配信しています。FM ギノワンのホームページからも簡単に見ることができますので、そちらもお楽しみください。ツイッターも連動しておりますので、たくさんのツイートお待ちしております。この後のモーニングエイトでは、お天気、道路交通情報をお伝えいたします。そして、本日、メイソーレ黒島丸原はお休みといたしまして、ゲストに、地球一周の旅プロジェクトの松川守さんをお呼びしたいと思います。そして今日夏のメッセージで皆さんからのメールをお読みします。そして続きあなたの朝ごはん教えてでは、有限会社上村酒造の中里林さんにおかけしたいと思います。どうぞ最後までお楽しみください。それではここで一曲お送りしましょう。ハバナブラウンで We Run the Night。ケンシロウさん、この曲があるよ。 We the Light Go Out はなんかね、アルバムみたいな名前だった。アルバム？アルバムのタイトルだった、このリクエスト。あ、そうなんですね。うん、だから1曲目かけましたよ。でもいいですね、ノリノリで。そうそう、いいよね。8時台、ゆりえぴ気合入ったかって、入ってますよ。AKB は総選挙も何かやったのかね。あ、やってましたよ、サッシーが。あ、違う、この人よ。かっちゃんが何かやったかね。何かやったって、何をやったんですか。僕いつもやってるんですか。10枚買ったり、なんていうの。あー、握手券みたいな。あ、選挙票券みたいな。そうそうそう。ねえ、どうなんですか、買ったんですか。ねえ。あ、入力中って。どうなんですかね、やるんですかね。どれくらい買うんだろう。もうこんなの聞いたら本当夏って感じね。あのフェスって感じね。あ、エゴラピンって知ってますか。なんか好きなんですよね。ちょっとなんかジャズ調な感じの。ライブ行ってきたんですよ。あ、だから面白かったみたいな感じで。なんか投稿してなかった。超面白かった。そうなんですか。最高だ。へえ。お、
エピコトさん、おはようございます。もうね、やっぱ飲みながらっていうのが最高だ、ね、飲みながらいいな。でもなんかフェス行きたいな。沖縄行くから今回40枚に控えたってよ。それでも40枚なんだ。だからさ、すげえな。これ40枚ってもう推し面に入れる感じなんですかね。しかも同じのでしょ。そうだよ。でも票入れるから、入れるためにすごいね、40枚って。そうだね、沖縄来るよな、AKB。 今回は語り明かしますか。なんかノリノリのいい曲ですね。後で私も撮ろう。時刻は8時8分を回りました。 79.7MHz FM 宜野湾よりお天気道路交通情報をお伝えします。まずは沖縄地方のお天気からお伝えします。沖縄本島中南部、本日お天気は晴れとなっております。いいですね。気温、日中の最高気温は33度です。降水確率が午前6時から、午後18時6時までが 20%、 そして終日 10% となっております。南の風のち南西の風、波 1.5 メートルとなっております。沖縄地方は太平洋高気圧に覆われておおむね晴れています。22日から23日の沖縄地方は引き続き太平洋高気圧に覆われておおむね晴れのお天気となり、ところによりにわか雨があるでしょう。以上、お天気をお伝えいたしました。続いて道路交通情報をお伝えします。まずは沖縄自動車道からです。はい、沖縄自動車道下り、許田インターチェンジ付近、工事のため規制中となっております。そして沖縄自動車道同じく下り、宜野座インターチェンジ付近、こちら工事のため第一走行が規制となっております。そして最後に沖縄自動車道下り、金インターチェンジ付近、こちら工事のため第一走行規制となっております。下りの方が、いくつか、規制がかかっているようですね。なので皆さん安全運転でお過ごしください。はい、続きまして一般道をお伝えしましょう。一般道、国道58号線、こちら大蛇名からぐすくまにかけての南向き、一部渋滞発生しております。7時台より少しだけ空いてきた感じですよね。続きまして県道34号線、こちら前原から大蛇名にかけて一部渋滞発生しております。そして330号線、古島に向けて、渋滞発生しております。皆さんね、こう抜け道とかを見つけてね、スムーズに通勤など行ってください。以上、お天気道路交通情報をお伝えいたしました。じゃあメール、それではメール紹介していきましょう。
ラジオネーム AKB ファンさんからいただきました。ありがとうございます。山内さん、いつも美人な黒島スベリエステルさん、いやゆりっぴー、おはゆりんこ、今日の兵庫は曇り、あーもうすぐ朝シャンしないといけないからテーマいくで。今日のテーマ夏。俺はですね、夏といえば一番に思ったこと、夏はナンパだ、花火だ、キャンプだ、ジェットスキーだ、肝試しだ、以上だ。俺の夏の気分の歌といえばこれだということでリクエストもいただきました。ありがとうございます。探してみますね。まず、スベリエステルさんってね。はい。なんか皆さんどんどん私のね、あだ名といいますか、なんか長くなってきてるので、もう少し、省略版お待ちしております。そして、夏はナンパだということでね、まあ、AKB ファンさんらしいね、いつも女の子の、こう、話題ばっかりをこう、メールで送ってきてくださいますけれどもね、ツイッターの方でも、似たような内容がありましてですね、荒良川西川さんもですね、夏はやっぱり、宜野湾のトロピカルビーチでバーベキューをしながら、可愛い女の子を見るということでね、やっぱり男性の方薄着になるこの季節ね、こう見るのが好きなんでしょうねきっとね。はい。ですがまあガンビは行きませんよ。スーミーというかね、チラ見でお願いします。チラ見で。はい。花火もいいですね。キャンプもいいですね。ジェットスキーはどうなんだ。ジェットスキー、沖縄はできないよね、ジェットスキーね。できるの。こんなのよ。ああ、なるほどね。ジェットスキーだということで。スキーと思った。うん、そのスキーだと思った。ふんと思って。ね、夏なのにと思ったけどね。すいません。私がちょっと慣れていなくてですね。という感じで。じゃあ夏をね、こう満喫していただきたいなと思います。AKB ファンさんありがとうございました。続きまして、この方。ラジオネーム、うまごんさんからいただきました。ありがとうございます。ゆりえせり、おはようございます。うまごんです。先週の放送で山口もめさんのことを触れましたが、僕は、50代後半以上の方と飲みに行く機会があるとカラオケで山口百恵さんの夢先案内人を歌います。画面には20代ぐらい、20歳くらいの、ご本人のライブ映像が流れますが、ユリエステルも一度見てみたらということで、はい。山口百恵さんのね、プレイバックパート2は私得意ですよ。で、ちょっとね、それも練習してみたいと思います。夢先案内人ですね。チェックします。さて、夏、梅雨明けした翌日の17日から今日までは沖縄にいますが、ということで、めんそうや沖縄。ねえ、まだ、体が暑く慣れていないから、ちょっと体が疲れているさ。今年はかなり暑くなるみたいだから、31度ぐらいで過ごせる夏、沖縄の夏は、内地の、これ何？なんて言います？これ。避難地？避暑地だと思ってますよ。じゃあ、また来月来ようね。皆さん素敵な水曜日をということで、ね。やっぱり沖縄の暑さと本土の暑さ違うじゃないですか。やっぱり本土の方が私暑いと思うんだけどな。なんかアスファルトのこの地熱が、長野の子が、はい。沖縄に来て、長野の子が、ね。長野の子が。うん。暑い、あ、涼しい。へぇー。本当に。沖縄のがやっぱり涼しいって。なんかやっぱ暑さのこの、なんだろうな、質が違うんでしょうね。だからなんか私はこうアスファルトの暑さ耐えきれないから、こう照り返しっていうのね、だから沖縄の方がね、まあ気温は高いけど、まだなんかこう涼しい気もしますね。ね、なんか馬込さんもそういった感じでね、避暑地なんておっしゃってますけれどもね、いつでも遊びに来たらいいさね。ね、海とかでもね、いっぱいレジャーありますので、そういうのも試してみてはいかがでしょうか。ね、馬込さんありがとうございます。という感じでお待ちしております。今日のメールテーマは、夏です。メールアドレス 797@fmginoan.com 797@fmginoan.com までお寄せください。お待ちしております。AKB のリクエスト。石川優子、チャゲ、フューチャリングチャゲ、チャゲってね。チャゲ。フューチャリング？あ、フューチャリングっては言わないけど、まあチャゲ。オッケー。行くよ。それではお送りしましょう。石川優子チャゲで二人のアイランド。どういうこと？その頃フューチャリングなんて名前ないわけさ。あ、そうなんだ。そう。今の読み方で正解。石川優子チャゲ。へえ。石川優子チャゲでアンドもつかない。これ。アンドも見てたら。マジっすか。へえ。フ
フューチャリングなんてこともないからね俺がちっちゃい時。そうなんですね。へー、割とマジで初見だけど、リュウク太郎さん、おはようございます。マジで初見、かっこいいね。ねえ、かっこいいですね。なんかアイコンもね、ちょっとイケイケな感じが。ねえ、なんかガクト封じなガクト封じですね。はい、なんだ。あ、この歌なんだ。夏夏夏夏タコナッツ。あー、これね。何の日して、はい、メール読んで行きましょうか。これぐらいのテンポで行くか。今日はゲストさん来るから、はい。何の日、そのままさ、今日何の日でしたからすぐ続けてメール読んでね。はい、そこで今、今日は閉めなくていいよ。はい、何最新？うん、絶対まだ書けないと思う。へえ、なんだろう、気になりますけど。メールの後ね。はい。もうこれ薄いから取って。見ないじゃん。おお。これ多分最初じゃないか、うちが。ああ、頑張ってみよう。あ。ああ。聞いたら分かる。ああ。あーあーとか言って、何の日ね。はい、続いてはこのコーナー、今日は何の日。まずは沖縄手帳から紹介しましょう。はい、沖縄手帳、6月22日水曜日は旧暦の5月18日となっております。満潮が午前7時46分、そして午後21時、2分となっております。そして干潮、午前が2時、そして午後14時28分となっております。今日はですね、沖縄アマチュア無線の日、そして作曲者、寺島直政さんのサトウキビ畑をマブニで着想したのが1962年の本日ということでございます。ね、着想ってね、そこまで書いてるこの沖縄手帳はすごいですね。本当に。改めて思います。そしてもう一つ、セーファーウタキありますよね。そのセーファーウタキに出てきたこの出土品が国の重要文化財に指定されたのが2001年の本日ということでございます。はい。沖縄手帳からは以上でございます。そして他何の日と言いますと、今日は主に、ボーリングの日、そしてカニの日、まあ、あと、毎月で言ったら、まあ、22日で、夫婦の日とかってね、多分映画館とかだったら、夫婦の日でなんか、こう、夫婦割引みたいなのがあったりするのかなーなんて、まあ、そんな感じで、いろいろ何の日ありますけれども、ちょっとね、ボーリングの日、探してみました。1861年の6月22日付の英字新聞、ザ・長崎ショッピングリスト&アドバイザーに、ボーリング場オープンの
広告が掲載されたことにちなんで、日本ボーリング場協会が1972年に制定した記念日です。広告が載ったのがこの日だからっていう、なんかそこの無理やりこじつけるの上手だよね、皆さんね。いつも思うんですけれども、はい、長崎出身の、入り口に初めてボーリング場ができて、後にボーリング発祥の地という記念碑も建てられました。当時のボーリング場は外国人入り口内に設置されたプレーの合間に軽食なども食べられるとか言って、まあ外国人たちの人気の社交場にもなっていたということでございます。ね、ボーリングの日。皆さんボーリングスコアどれくらいですか？ね、山内さんどれくらいですか？100?560。まあ高いですね。私100いけばいいんですよ私そうボーリングが下手くそで、でよくね中学生とかになるとみんなボーリングし始めるんですよね。この特に男子がで本格的にハマったのがこうスパイクとか本格的にこう買ったりとかして、なんかマイボールとかね持ち始めたりとかする子まで出てきたりなんかして、ね、なんかみんなねこうボーリングに結構こう遊びに費やしたりするなーなんて私の中でのあるあるがあるんですけれどもね。えボーリングこうスピンなんかをやったりとかなんとかとかすごいなって思いますけれども、あのねテレビでねなんか P ボーリング P ガールなんかあるよね、こう女の人たちが P リーグっていうこのボーリングのねこうなんかスコアを競う大会みたいなのね、あれ面白いですよね。こうなんか女性の方とかでもこうハンディがなくでもいけるっていうのが良くないですか、こう男性も女性もね、なんかみんな平等にできるっていうのがボーリングの魅力だななんて思います。はい、そして本日、誕生日の方、この方シンディ・ローパー、はい、歌手のねあの高んだかい声ねすごいなと思うんですけども、この後もねちょっとシンディ・ローパーをおかけしたいと思います。他リスナーさん誕生日の方いらっしゃいましたらおめでとうございます。誕生歌がガマズミ、花言葉は愛は死より強しということです。死より愛は強い、すごいですねこの言葉、なんか凄みを感じます。ということで今日は何の日のコーナーでした。では続いてメール読み上げたいと思います。来てますね、たくさんありがとうございます。はい、ラジオネームいみっちょおじさんからいただきました、ありがとうございます。皆さんおはようございます。今日も元気に高血圧のいみっちょおじさんです。高血圧はちょっとねあの低くしてもらいたいところです。はい、今日のテーマは夏。おじさんは小さい頃は宮古島に住んでいて、毎年夏休みは母方の親戚の一同で沖縄でいうビーチパーリーキャンプをやっていました。大人たちは運動会で使うテント5台を建て、5台すごいですね、バーベキューを作ってくれました。子供たちは朝から泳いで肉を食べてはまた泳ぐの繰り返し、夕日が沈む頃には白い砂浜がオレンジ色に光り、空も太陽が沈むにつれて暗くなっていく綺麗なコントラストは忘れられません。夜が深くなってくると焚き火だけの灯り、空には普段目にしない無数の星がキラキラしています。月明かりが強くなって真上に来た頃にはビーチには海に向かって歩くたくさんのヤドカリたち、今ならその光景も可愛く見えるはずなんですが、あの頃は気持ち悪くて半泣きで椅子の上に避難したりもしましたね。今思えば綺麗な島で育ったんだななんて思います。住んでいる時ってなかなか島の良さになんか気づかないんですよね。だからおじさんは夏になるとあの頃の思い出が蘇ってきますよ、ということで、いみっちょおじさんね、なんかこう情景が思い浮かぶようなね、なんかあの内容、素敵な内容だったんですけれどもね、バーベキューしてで肉食べて泳ぐ、肉食べて泳ぐ、これ分かります。なんだろうね、こう海でまた食べるお肉とかをね、こうご飯美味しいですよね。で私もね中学生の時とかね制服のまんま波の上ビーチが近かったんですよ。私那覇中学校出身なんですけれども、だから波の上ビーチが近くていつもこう学校帰り道に行って制服のままジャポンってやって、で濡れたままもう一回ってお母さんにめっちゃ怒られるっていうことを何回もやってました。要するに懲りてないということですよね。でこう海でこう泳いで食べる焼きそばとかがまた美味しいんですよね。もうその時なんかもう食べ盛りだから一平ちゃんとか2個とか3個とかねペロって食べたもんですよね。だからすごいこの気持ちはわかるね。そうですね。あとはもうあれじゃないですか、もうイミチョウさんは今お子さんとかをこう連れてこう行ったりとかする感じですかね。ね。次はそんなエピソードもお待ちしております。
続きまして、ラジオネームエコザイルさんからいただきました。ありがとうございます。ゆれちおはよう、山ちおはよう、エコザイルだはずよ、エコザイルさんですね。夏といえばバイクだな、ピーカンに晴れた日に北部ツーリング、最高だね。ここ数年行けてなかったから今年は行くぞ。さて、ゆれちから仕事頑張ってのチューもらおうかな。じゃあ、後からや、ということで。はい、いってらっしゃい。という感じで皆さんまだまだお待ちしております。今日のメールテーマは、夏。夏です。メールアドレス、797@fmginoan.com、797@fmginoan.com までお寄せください。お待ちしております。それでは、ここで CM です。アイデアさんもいらっしゃってますね。おはようございます。おはようございます。アイデアさん今日さ滑ってない。自分語りがあんまないからね。めっちゃ語ってるけどな。ですわ。え、めっちゃ喋ってるじゃん。今日はね、でも不思議と滑ってないんですよね。いいんじゃない、滑らなくても。あのさっきの中ぐらい滑ったの。いや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 滑ったかな。いや滑ったかな。存じ上げません。存じ上げません。滑らされたという。7月の初めに利益でゲットすることが一番。お、来るんだ。ルドルフさん、ぜひギノマンか小座に来てください。あ、ルドルフさんはどちらの方なんですか。大阪です。大阪、いいですね、関西。そっか、梅雨明けたから滑らないのか。あ、もしかしたらね、ちょっとジメッてしてたんでしょうね、私もね。ね。でしょうよ。あれ、だんだんこう調子が出てきました、ね、はい、そうですね、本格的な夏、そして私ですよ。はい、じゃあ行きましょうか。いいですね。お母さんまだ来てないよね。うん、そろそろ来ると思います。突撃あなたの朝ごはん教えて。このコーナーは、FM ギナのスタジオから、私がゲストさんに直接電話をかけまして、今日の朝ごはんを教えてもらおうというちょっと迷惑な企画でございます。今日はですね、有限会社亀村酒造のに勤務されています中里と林さんにおかけしたいと思います。沖縄の、名所であります青森のね、魅力を伝える仕事をしているということで、今日はそんな青森の魅力なんかが聞けると思います。それではレッツゴーリング。中里です。あ、もしもし、おはようございます。おはようございます。はい、FM ギナンスタジオからモーニングエットをお送りしてます。黒島ゆれです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。はい、中里さん、はい、まあ、皆さんには紹介はしたんですけれども、改めて中里さんから自己紹介お願いします。はい、あ、はい、はい、私はあのうるま市石川にあります上村酒造で、お酒を作ってまして、中里と林と申します、はい、もう日々青森が大好きで、飲みながらたくさんの方に伝えるのがお仕事です。はい、はい、よろしくお願いします。さて、はい、まあ、あの今日お話ししてくれるのは、この青森のこう魅力についてお話ししたいっていうことで、まあね、あのちょっと打ち合わせもしてお話したんですけれども、はい、はい、
泡盛ね、私たちのこの世代ってどんどんなんか泡盛離れしてきてるなんていうのとかもあったりして、なんか泡盛の魅力っていうのを改めてちょっと教えていただけますかね。はい、そうですね、皆さん多分魅力はわかるんですけど、うん、なかなか日頃の中で気づいてないだけだと思うんですけど、うん、たくさんは青森魅力があるんですね。はい、まず、まあ、600年以上の歴史があるっていうのと、やはり沖縄独自の、文化の中で作られているお酒っていうこと。またもちろん、だんだんお酒飲んでくるとわかると思うんですけど、この美味しさであったり、あとは地方地方にいろんな青森がありますから、そういうので、まあ、その地方地方の味わいを楽しめるっていうのもすごく魅力だと思います。地方地方の魅力とおっしゃってたんですけれども、はい、ではこの亀村地蔵さんが作っている青森の特徴、魅力って何なんですかね。そうですね、亀村酒造は、もう100年、140年近くになる酒造所になるんで、もともとやはり伝統的な青森を作るのと、あと戦後ですね、樽酒造の青森ということで、巌流というお酒があるんですが、そういうお酒を作るのが、亀村酒造の特徴となっています。はい。樽のお酒って、今は珍しいんですか？ですね、歴史的に言えばもう、亀村酒造が初めてやって、んでそれでももう40年以上経ってるんですが、泡盛の歴史からすればまだまだ新参者ですね。なるほど。で、この上村酒造さんのある、ね、この場所がまたねちょっと魅力的なんですよね。はい、そうですね、上村酒造はもともと那覇にあったんですが、今、先ほど私も一緒に、石川の方、うるま市石川の方の、ちょっとこう山手の方にですね、周りが緑豊かな環境で、お酒作りをしてるんで、はい、ちょっとこう、なんていうんですかね、ゆったりとした、優しい気分になれる場所に酒蔵があります。なるほど。ちなみになんですけれども、この、職場からお家って近いんですか？はい、私ですか？はい。私は家は那覇です。あ、那覇なんだ。じゃあ、那覇からうるま市まで毎朝通われてるということですか？はい、はい、通ってますよ。はい。はい、今はもう職場でいらっしゃいますか？はい、もう会社着いて、仕事をしながらお電話待ってました。ありがとうございます。はい、そしたら、じゃあもういつもこう緑に囲まれて、まあ、お仕事できる環境というのは、やっぱいいもんですかね。そうですね。ごちゃごちゃしたところよりかは、うん、今もうセミの声がだんだんうるさくなってきましたけど、そうですね、そういう自然豊かな環境でいるっていうのは、まあ、作り手が安らぐと、いいお酒ができるような気がしません？ああ、確かに。なんかこの気持ちみたいなのも入ってきそうですよね、お酒にね。はい、そうですね。はい。そんな、こう、酒造見学体験ができるっていうのを聞いたんですけれども。はい。はい。はい、上村酒造では、まあ、年末年始以外なんですけど、いつでもですね、酒造所、それも作ってるそばまで行って酒蔵が見学できるようにしています。なぜかというと、皆さんやっぱりお酒好きな人って入れると見たいと思うんですよね。はい、ガラス越しだけではちょっと満足できないっていう方々がもうほとんどなんで、せっかくなんで、その音だったり、香りだったり、でもちろん最後はテイスティングなどもしていただいてですね、楽しんでいただけるように、青森が好きになっていただけるように、日々取り。いいですね。これって、見学は、無料とか、はい、もちろん無料ですよ。無料なんですか。でもこれは無料以上のね、こう、価値が絶対にありますよね。ぜひぜひいらっしゃってください。はい。あと、これって見学って何人からっていうのとかの規制ってあるんですか？はい、見学はですね、はい、一応ショップが開いてる時間が朝の10時から夕方の5時までなんで、はい、最終受付が4時にはなるんですけど、うん、見学者はもう一人からでも、OK です。ただまあ逆にですね、人数が多いとご案内ができないんで、大体まあ20名か25名以内ぐらいで、最大人数を設けさせて、ご案内してます。なるほどですね。まあ、はい、まあ、団体とかだったら、また連絡とかもして、まあ、改めてこう段取り組んでいただいてというような流れになるんですね。うん、はい、はい、そうですね。わかりました。あとね、はい、
はい、この番組、あ、このコーナーなんですけれども、あなたの朝ごはん教えてというコーナーでして、はい、ちなみに中里さんは本日何を召し上がられたんでしょうか、ね、はい、ちゃんとがっつり食べてきましたよ。ですね、はい、今日の朝ごはんは、まず白いご飯の上に自家製の油味噌をちょっとのっけて、うん、で、あとは、スープですね。それと、あとは、嫁さんが作ってくれたブロッコリーと、うん、あとソーセージの、まあ、炒め物みたいなものを食べて、うんうん、お腹いっぱいで出社してます。いいですね、お腹いっぱい出社。で、なんかまたブロッコリーとかも入ってたりとかってね、はい、また健康そうな、はい、体に優しそうな、はい、なんかそんな朝ごはんだなって感じがしました。じゃあこれもね、はい、ご飯食べた分エネルギーをね、この酒造、はい、お酒作りにぜひとも、はい、注いでいただきたいなと思います。はい、ありがとうございます。はい。では、私はまた、ね、近々といいますか、遊びに行きたいと思いますので、うん、よろしくお願いします。いらっしゃる際は、はい、ぜひ、ハンドルキーパー、誰のとか連れてきてくださいよ。そうですね。自分一人で来ると飲めないですよ。テイスティングも手にして、遊びに行きたいと思います。はい。はい。では、本日本当にありがとうございました。こちらこそありがとうございます。お待ちしております。ありがとうございます。はい、ということで本日のゲストは、有限会社上村酒造の中里林さんでした。見学ができるということですので、ぜひ皆さん行ってほしいなと思います。お問い合わせ先 098-964-7628 098-964-7628 です。テイスティングもできるということなので、ハンドルキーパーも、一緒にぜひ遊びに行ってみてください。こっちサビタン、それではこの曲をお送りしましょう。チューブで、ああ、夏休み。あれ？サビを聞かないと分かんないかもな。さあ、入れたいな。うん、入れたいですね。もうそろそろ、はい、おはようございます。どうぞ。よろしくお願いします。おはようございます。楽しみに今してます。告知させてください。どこに座ったんですか。彼女の隣で。おはようございます。これで、ね、この辺、この辺、こっち、こっちでいいです。こっちがいいかな。隣がいいな。で、隣が、うん、ネットに戻るんですか。はい、うわ、大丈夫ですよ。はい、バッチリ。よいしょ。ヘッドホンはこれ。はい、これです。入ってるかな。はい、入ってますね。ボリュームを、はい、もう少しだけ上げてもらってる。どこかな。山さん、こっちのボリュームどこです。松川さんの。あ、これじゃない。下かな。下の下。こっち。その下のどこかな。どれだろう。どうですか、うん、分かってません、うん、私の方が今下がりました。あ、小さくなった。あ、じゃあこっち、こっちですね。あ、 OK です、このぐらいです。はい、すいません、遅くなりました。あ、いえいえ、半ぐらいと大丈夫ですか。結構混んでたんじゃないですか。あ、ね、この辺はすごい混んでた、うん、山下さん元気ですか。元気です。全然遊びに来れなくてすいません。マイタイムにも来れなくて。なんだっけ、ヤコさんのなんか準レギュラーとか言ってるけど全然来てない。だからね、最近来ないです。でもヤコさんのね、ラジオはもう安定して楽しいので。うん、でも今こっちからやってるんですか、ずっと。うん、あ、え、小座、今小座からが多いです。あ、そうなんですか、うん、こっちではやってない。うん、あっちで馴染んでるみたい。あ、そうなんだ。機材とかもろもろ、あの人ほらワンマンでやるから。あ、でもこっちでも一応流れては。あ、流れてますよ。 あ、そういうことなんだ。うん、あ、そうそう、送ったやつ大丈夫ね。内容です、はい、ある程度送ってた方がいいなと思って。はい、はい、助かります。よし、今日は22よね、ってことは明後日か。そうですね、明後日ですね。はい、
じゃあ桜坂からもうちょっと人数欲しいですって頑張りましょう告知を頑張りましょう。はい、さあ今日は素敵なゲストをお呼びしておりますので早速紹介したいと思います。松川守さんです。よろしくお願いします。おはようございます。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。松川さんを何というふうに私は紹介したらいいのかなと思うんですけれども、普段はですね、地球一周の旅プロジェクトという団体があるんですけど、はい、それの、あの主催をやっているのでそっちでお願いします。はい、はい、じゃあ世界一周の旅プロジェクトということで、はい、もう松川さんは普段からも、はい、あちらこちらを飛び回っているんですよね。はい、落ち着けっていう噂があるんですけど言われるんですけど周りの人に主にどっちが多いんですか、この場所的によく行くところというか。最近は東南アジアと、まあ、ヨーロッパ時々みたいな感じですけど、アメリカ本当もっとアメリカにも行きたいんですけど、なかなかね、距離もあるんで、うんうん、アメリカの方が遠く感じますね。アメリカの遠く感じます、はい、この飛び回ってて、はい、例えばなんですけど、はい、まあ、差し支えないというのはどういう、はい、なんかお仕事されてるのかなというか、ですね、分かりやすく言うと、外国の旅行代理店さんの、まあ、相談役みたいなことをやってるんですよ。いわゆるコーディネーターっていうんでしょうか、うんうんうん、例えばこの国のまあ、このぐらいの値段で、いいホテルないかっていう情報を僕が、まあ、たまたまですけど持ち合わせてるので、それを、まあ、案内したりだとか、はい、その予算に見合ったものを僕が組んで、まあ、提案しているという、まあ、そういう仕事が多いですね。ちなみに、はい、これは日本と海外をつなげるとかじゃなくて海外と海外をつなげるとかっていう。そうですね、どちらかというと海外と海外ですね。すごいですね。いや、日本がですね、うん、もうそういうのがすごく情報が溢れてて、うんうん、で僕入る余地ないんですよなのでうん、うん、まあ、ニーズの多いというか外国、はい、外国の方がいいなと思って、でたまたま僕が間にいるだけです。でもこう仕事のフィールドが広いっていうのはすごいいいですよね。その楽しいですね、はい、その経験が、まあ、はい、いろいろなものにつながってるということなんですけれども、はい、今回こう紹介していただくものも、はい、その経験からこう出てくる一つのイベントなんですよね。はい、はい、あさってなんですけども6月24日、はい、那覇市の方、那覇の桜坂劇場、皆さん知ってますよね、うん、映画館とかあるところですね、はい、その中で桜坂市民大学というのがありまして、うん、そこで講座を担当してるんですね、はい、海外渡航講座、お得で賢い旅の公開相談会というのをやってるんですよ、旅の相談を90分フルで受け付けるというまあ、企画なんですけど、旅の相談を、はい、お得で賢い旅、はい、うん、フェイスブックとか、はい、そんなところにもいろいろこう相談がありますって来るんですよ、うん、なのでそれ一つ一つ対応してるの大変なので桜坂に来てくださいっていう形にしてます、はい、で最近ほら LCC でいろんなとこ行けますよね、うん、海外も近いじゃないですか、うんうん、金額的にも結構なんですよ、うん、僕この間韓国1月7日に来ましたけど往復1000円でした、ね、往復1000円ですか。チャタンで飲んで、はい、僕自宅読谷なんですけど運転代行で行ったら3800円なんですよ。そうですよね、どっちが近いのか分かんないっていうことがあったんですよ。往復ですよね。往復です。なので片道500円ってことになりますね。でそれで僕もびっくりして、いやこれはすごいと思って、まあ、これはちょっとスーパーなんとかバーゲンなんちゃらかんちゃらっていうなんかすごい名前が長い名前がついてたんですけど、たまたま見つけて、あこれはすごいことだなと思って、まあ、それ一例ですけどね、うんうんうん、あと台湾だとか上海だとか香港も含めてですけども、まあ、そういう、ね、ことであればなんか皆さんも多分いけるって思っちゃうんじゃないですか。やっぱりそうです、なんかお金がかかるっていうこのイメージで、うん、なんかどうしても一歩踏み出せないっていうのを知れたら、うんうん、もうすぐね500円なんて言ったら私今すぐにでも行きたいですよ番組終わって行きたいですね、はい、安さももちろんそうなんですけど、うん、やっぱり安いまあ、LCC っていうのは荷物の制限とかやっぱりあるので、そこら辺をうまいこと荷物をじゃあどうまとめて持っていったらいいだとか、荷物をたくさん持たずにじゃあ現地でどうやって服を回すかとかですね、そういう、まあ、旅の仕方の相談も含めて、航空券はもちろんですけど宿泊で、その他の移動で
通信、あの例えば電話代って日本って結構高いんですよ、世界でも、うん、なので現地でどうやってその安いものを調達するかとか、うん、あとまあお金の管理ですね、うん、であとこれ便利だとかっていうグッズ、うん、でその他のアクティビティだとか、まあ、そういういろんなものが出てくるので、まあ、その辺の相談も含めて、まあ受けられたらなと思って、考えた企画です。すごいですね、これ90分間もういっぱい聞けるということで、はいはい、ね、これはもうこうメモする、ね、うん、ノートとかもぜひ持参していただいて、ノートあれですよ、あのすごいたくさん書き込むことになりそうなので、うん、ノートは絶対持ってきてほしいんですけども、うんうんうん、あのただですね、あの90分に30名も40名も来られるとあの多分相談も全然受けられないで帰ることになりそうなので、うん、なんか15人ぐらいでいいのかなと思ってるんですよ。ということでじゃあ人数は最大15名、はい、そうですね、それ見ていまして、うん、はい、で24日金曜日の午後、7時半から夜9時までですけど、はい、なんだかんだであの皆さん残って桜坂のカフェが10時までなので10時までいることになって、松川さんもしよかったらこのあと緑のコーヒー屋さんに流れませんかっていう話になってきてなるほど、国際通りのね、あの、うん、緑のカフェに行くんですけど、皆さんに拘束されるのね。そうすると大体11時とか、まあ、僕も話聞いてると非常に楽しいので、うんうんうん、まあ、そのぐらいでもいいのかなって思ってます。なるほど、はい、じゃあもうぜひね、もうたくさんこう松川さんからこう、はい、旅のね、こう賢い情報を、ね、はい、皆さん得ていただきたいんですけれども、はい、こちらが、どういうふうにこう応募したらいいのかっていうのを教えていただけますか。ですね、もうこの日付、うん、もう迫ってるので、うん、電話が早いと思うんですね、電話番号、なので桜坂劇場に直接、はい、電話してもらえるとね助かります。はい、860-9555、はい、だったと思います。はい、はい、098-860-9555ですね。はい、はい、料金は、あ、そうです、すいません忘れてました、うん、すいません、参加費は3000円いただきます。3000円、すいません、あのでもね、ずっと使えるもう知識ですので、あの、うん、そうだと思いますよ、うん、あの例えば台湾なんかも往復、僕この間6500円で行きましたけど、うん、多分通常で行くと2万とか3万とかしてると思うんですけどね、うん、この3000円はね元取ると思います。はい、はい、ぜひもう3000円もうフルにね、はい、こう活用していただいてね、あの旅の賢い情報を、はい、ぜひ皆さんキャッチしていただきたいなと思います。はい、じゃあ今日のゲストは地球一周の旅プロジェクト松川守さんでした。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。よろしくお願いします。はい、皆さんよろしくお願いします。ではもうそろそろねエンディングという感じなんですけど、メールもたくさん届いているので、このまま松川さんお付き合いいただきたいなと思います。はい、ではメール読んでいきましょうか。ラジオネーム、今日もおかしな議員のトロンボンさんがいただきました。おはようございます。リリーちゃん、はい、ユリーのことリーリーって言うんですよね。はい、リクエスト採用ありがとうございます。3分40秒の曲だったので多分かかった曲は自分がリクエスト曲した曲とは違うのかな、カタカナだったからかなっていうことで、なんかアルバム名だったかな、当たってるけ ど、あ、もう一つがなかった。なんちゃう、早く切れた。途中で切れた感じです。あ、途中で切れちゃったということで、はい、失礼いたしました。あ、そして蜂に毎年刺されるって話してましたけれども、畑はパイン畑少々とみかん畑少々。蜂に刺されて平気ではありませんし、痛いし、頭や、顔の部分を刺されて、試合後のボクサーみたいにまぶたが腫れ上がり、前が見えなくなります。それが2、3日続き大変ですということで、あのちょうど松川さんのちょっと聞きたいんですけど、はい、なんか最近パイン畑になんか行ってきたって話をちょっと聞いて、はい、パイン畑にその蜂ってたくさん、はい、あ、もしかしたらいるかもしれないですね。基本的に甘い香りがしますよね、畑、うん、そうですね。あ、じゃあやっぱりこう甘い、はい、そのなんか畑、甘い匂いをするところには蜂がいるかもしれないということですね。この、はい、この、あの議員のトロンボンさんは毎年なんか、そう、蜂に刺されるということで、はい、はい、ありがとうございます。はい、続きまして、どんどん行きましょう。ラジオネーム、アイデア、松尾さんからいただきました。ありがとうございます。おはようございます。ゲスの極み乙女、ユリエッセルさん。ゲスの極み乙女、なんでこれがついたのかちょっと謎なんですけれども、はい、松尾だよ。さて、夏といえば、ゆずの夏色。いいですよね、夏色。はい、大学受験の時に、勉強もせずギターばかり弾いておりました。ギター立ち読み昼寝を繰り返して絶望的な大学受験を奇跡的にパス。真夏に結婚式を挙げたので、この時期の青空を見ると結婚記念日が近づいているなって思います。今日も総会、総会
あ、快適、うん、に滑ってくれてることを楽しみにしてますよ。夏色ユリステル最後まで頑張ってねということで、ね、夏色ユリステルいいですね。なんかこう変なあだ名ばっかり来てたのでなんか久しぶりにと言いますか、私の中でもしっくりきましたよ、夏色ユリステル。いいですね。はい、ちなみに私夏女8月16日が誕生日なので、はい、夏女夏色ユリステルです。はい、マサオさんありがとうございます。はい、そしてもう一丁。はい、あ、おかしな銀のトロンボーンさん、本日3回目ですけれども、あ、準レギュラーの松川さんだ、今日は帽子ではなくスカーフですかということで、あ、松川さんのことを、銀のトロンボーンさん、はい、今日もおかしな銀トロンボーンさん、12時の番組にメッセージね送ってくれてると思うんですけど、ありがとうございます。覚えてくれてるんだ、すごい、おすごい、ありがとうございます。いや、有名人ですか松川さん。いいね、という感じで皆さんのメールもあっという間に読んでいきましたけれども、今日ですねメッセージテーマを夏でお送りしたんですけれども、はい、はい、もう今日から私の中では本格的に夏は今日からかなって感じがするんですが、はい、はい、うん、夏でなんか夏すごいな、どうしよう、僕秋が大好きな人秋が好きな人夏聞いちゃいますよ。夏バテ対策、ね、夏こういうことしてますとか、海外を絡めててもいいですし、そう、うんとね、あの汗すごいからね、あのいろいろ気使うね、あの汗なんだろう、あの今日も朝のシャツ着てるけども、なんだろう、涼しく少しでもいられるようにと思って、通気性のいい、まあ、そうですね、そういう服にちょっと気遣ってます。結構なんかいろいろと身なり気をつけてるなって感じますけど、こう 汗対策とかっていうのも他に何かされてたりとかするんですか？あのね、これリアルな話だね、あのリフレアっていうのがあるんですよ。リフレア、いいよいいよ、そういう情報大事です。あれすごい効くんですよ。リフレアって何ですか？あの世の中の男性にね、あのやっぱり勧めないといけないかなって思ってるんですけど、やっぱりこうちょっとね、あの男性比較的ね、あの働いてる匂いがするじゃないですか、はい、それをリフレア一気に抑え込みますね。リフレアってどういう風に使用するんですか？脇の下に塗るっていう朝からいいんですかその話。脇の匂いにリフレアのリフレア、ね、脇以外も使えますね。 あ、はい、あちらこちらに、はい、あ結構あのこれちょっと匂いこの辺心配だなっていうところ、これはですね、はい、私たちのね、あの山内さんにもぜひね進めたいなと思うんですけれども、なあなんでよって怒られましたけれども、はい、公共の電波で公共の電波で、はい、申し訳ありません。でもね、もう皆さんこうね、はい、あの夏、まあ、スメルケアですか、はい、結構女性もねこう気にしたりとかするので、これって男女兼用だったりするんですか？おそらく女性ものなんですよ。で僕男性もの使うとすごいあの荒れるので女性ものを使っているんですね。なるほど。 あとね、その匂いにやっぱ日本人敏感なんですよ、うん、で外国人ってちょっとその辺疎くて、うん、で日本人はすごい気にしてて、でその辺も、まあ、エチケットとしてできてるので、逆にこれいいところなんで、うんうん、あのね、全国の日本人、全国の日本人皆さんね、世界に誇る香りに敏感な人種をねアピールしていくっていうのは売りにしていくっていうのはいいのかないやいい、ね、オリンピックもあるし、オリンピックの確かに日本人匂わないとか、匂わないとかいいですね、匂わない日本人っていうなんかキャッチフレーズがつくといいかもしれませんね、うん、なんでやねんっていう感じなんですけれども、という感じでもうお付き合いいたしました松川さんも、はい、もうねもう55分ということで、もあと1分、はい、2分ぐらいと、まあ、差し迫っております、はい、この後もですね FM 議団たくさん番組が続くので、ぜひ聞いていただきたいなと思います。あとねもう一度言っておきますか、お得で賢い旅の公開相談会、はい、旅の相談を90分フルで受け付けますということで、最後に一言お願いします。はい、ね、沖縄とってもいいところなんですけど、もっとあの外国見るとあの視野が広がってくるので、まあ、これを機にですね、行ったことのないところ行ってみるっていうのはね、うん、とてもあの人生変わったり、ちょっと大げさに言うと人生変わったりするかもしれないので、まあ、この相談会来て、でそしてあのいろんなところにチャレンジしてほしいなと思います、うん、ちなみに、はいはい、おすすめの場所聞きたいですね。まあ、地球全部で言うと僕一番推してるのは南太平洋のタヒチというところなんですよ。タヒチ、沖縄海綺麗ですけど、うん、20倍ぐらい綺麗ですよ。20倍ぐらい、はい、どういったところか、透明度がすごいんですよ。だから普通にこう海水歩いてるとマンタとかウミガメとか見られるんですよ。
で透明度はすごいんですよ。透明度はすごいんだけど、あのサンゴはやっぱり沖縄の方が綺麗なんです。ただその雰囲気はすごいあるので、タヒチはぜひ行ってほしいなと思いますけど、ちょっとね遠いので、あの身近なところで行くと、まずは台湾香港あたりかなっていう気がしますけどもね。はい、あの非常に、ね、あの盛り上がってるところなんで、はい、ぜひその辺も見てみてください。そうですね、アジアを先に攻めてから、はい、その後はちょっと上級武家に対してなんか、こう行けるようになるためにも、ぜひ松川さんのやっております、はい、お得で賢い旅の公開相談会、うん、ぜひ行ってみてください、はい、ということでモーニング8、今日もここまでとなりました。お送りしたのは水曜日担当黒島ゆりえでした。皆さん今日も素敵な一日お過ごしください。じゃねー、バイバー。テレビっぽい大七いいですね。いいですね。あの、これ多分南太平洋、このポリネシア人なんですよ多分。うん、あの前世から。デイジヒカレル、あのポリネシア文化。ね、いいですよね。前も言ってましたね。本当に。あの、なんていうの、南太平洋の、うん、あの辺のあれとかに、うん、とっても惹かれるんですよ、うん。なんかね、この島に行って。すいません、今何時ですかって聞いたら、スリーバナナ、トゥーココナッツって言うんですよ。かっこいい。どういう意味って聞いたら、関係、あんま関係ないって言うんですよ。日本人はすぐ時間聞くって言うんですよ。太陽が上がってたら昼で、太陽が落ちたら夜だって言うんですよ。いいね。素晴らしいと思って。かっこいいね。ダンすぎる。沖縄でも言いたいね。いいね。スリーデイ。